こんにちは。フットボールレディオの松です。雑談ラジオ第20回の収録でございます。2024年の7月になりまして、半月ほど、経ったタイミングでの投稿ラジオという形になるんですが、今年2024年の夏はとにかく暑いですね。去年も結構暑いかなと感じていたんですけど、今年の方が湿度がね、異常に高くって、こうまとわりつくようなね、暑さがあって、本当にしんどいですね。私が住んでる地域でも例年に比べてやはり1、2度、まあ、高いですし、まあ関東の方、東京とかね、神奈川とか千葉とか、首都圏の方もね、本当に気温が例年に比べて高いみたいで、僕の友人がそっちの方面に一人住んでるんですけど、まあ先日話した時に、今まで以上に暑い、例年以上に暑いから本当にもう外に出るのが嫌だと。僕の友人はリモートでねお仕事している人なんですけど、まあそれでもやっぱり外に出るのが本当にしんどいって言ってて、日本全国でやはり相当気温が高い、今年の夏を迎えているなと。まあその分ね、冷たい飲み物を飲んだりとか冷たい食べ物を食べたりとかすると、まあその分ね美味しく感じたりもするし、まあプールとかね、海によく行かれる方からすると逆にこの暑さがね気持ちよかったりするのかもしれないんですけど、私は海もプールも全く行かないので、もう単純にこの湿気の高いもう暑さにやられていて、いかに汗をかかないように過ごすことができるのかと、どういったものをね身につけることによってそういったことを回避することができるのかとかね、もうそういったことばっかり考えていて、ネット通販をよくね見漁ってます。僕の仕事上、まあ日中外に出ることも時折ある仕事なので、やはり暑い中でね仕事をしなければならないっていうことになると、どうしてもね汗をかいてしまうので、その暑い環境の中でいかに快適に仕事をすることができるのか、やはりそこが自分の仕事の効率の良さにつながってくることにもつながるし、まあ自分の体調とかね健康を守ることにもなるわけですから、まあここ最近で言えば首にね巻くなんか冷たい凍らせるようなものがあるんだけど、まああれね本当に暑い中出たら本当に5分6分ぐらいでもうすぐにね溶けてしまったりとか、本当に冷たいのかなって感じるようになるんだけど、まあスタートすごく気持ちよかったりするし、あとは首に巻く扇風機みたいなもの、去年の夏頃ですかね、それこそちょうど今ぐらいのタイミングだったと思うんですけど、バイエルミュンヘンとマンチェスターシティが国立競技場で試合をしたんですよね。でその試合もやっぱり暑くて、まあ、気温も高かったし、まあ、湿度も高かったんですよ東京がね。でやはりその中で試合を快適に見るにはそういったものが必要だなって言って、まあ、Amazon で買ったものなんだけれども、まあそういったものを首に巻きつけたりして、まあ日中外でね仕事をするときはつけて、まあ快適に過ごしたりとか、まあそういったことをしてね、まあなんとか乗り切ってるような感じなんですよ僕は。ただそれでもやっぱり物足りないから、ネットで調べたりとかして、よりまあ快適に過ごせるような道具とか、まあ機械とか、まあ重いものを身につけたりとかするとね、さすがに仕事ができなくなってしまうから、そういうのはできないんだけど、まあ身軽に身につけることができて、まあ涼しさをねこう体験できるようなというか感じられるようなものとかね、汗をかきにくいようなものとかないかなって言ってずっと調べていて、まあ最近ちょっと買おうかなと思ってるのが、冷却ファンみたいなものがついてるベストみたいなの売ってるんですよ。シースルー生地でね通気性もいいものが売ってるんだけど、あれどれぐらい時間持つのかちょっと分かんないんだけどね。まあ物にもよるだろうし、まあ値段も結構ピンキリで、安いものもあれば高いものもあったりとかで、ちょっとまあ性能にも差があるのかなと思うんですけど、やはりそれをねつけている人のその感想とか、コメントとかねレビューとか見てると、やはり快適に過ごされているみたいなんですよ。特にやっぱりそういったものをつけてる方って現場で仕事をしてる方が多くて、例えば工事現場とか、例えば公道で雑草の処理してる剪定してるね、まあ、方とか、やはり外で何かしらこう仕事をされる方がそういったものをやはり好んで買っていてコメントしてくれてるから、やはりその意見に説得性があるし、信頼できるんですよね。だからその意見をすごく信頼して今買おうとしてるんだけど、やはり現場で仕事をしてる人とかってやっぱり日中常に外に出てることが多いから、多分買ってるものっていいものを買ってるはずなんですよ。やっぱり常に着るわけになるんでね。
だけど僕の場合は常に外に出てるわけではないんですよ。まあクーラーがかかってるような環境で、まあ仕事をすることもあるし、で時折まあ緊急事態でちょっと出なければならなくなったりした時にちょっと外で仕事が発生するみたいな感じなんで、そのタイミングだけで使えればいいみたいな感じなんですよね僕。だったらまあ安いの買えばいいかなと思ったりはするんだけど、安かったら安いなりに何かしら理由があったり、まあすぐ壊れやすかったりとか、例えばそのファンは回ってるけれどもそこまで風が来ないとか、まあ何かしら絶対あるわけじゃないですか。ならやはり高いもの買わなあかんかなって思うんだけど、高いもの買うんだったらお金かかるしなとかね、まあいろいろちょっとこう悩んでて、今いろんなものを見漁ってるんですよ。多分僕と同じように、まあ、たまに外に出るっていう形で、まあ、仕事をされる方もいれば、先ほどご紹介した通り、まあ、常に外で、まあ、仕事をされているっていう方も当然いるし、まあ、中でずっと仕事してますっていう方もいらっしゃると思うんですよ。それぞれの仕事のね、役割とか、まあ、仕事内容によってね、それは当然変わってくると思うんだけど、もし、まあ、僕のこのね、ラジオを聞かれている方で、そのファン付きのね、何かものをつけていて快適なものがあって比較的値段が安くて、たまに出るぐらいだったらこれぐらいのものがちょうどいいですよっていうものがあって、それを今使っててね、快適に過ごせているっていう方がいらっしゃったら、ぜひね、まあ、こちらの YouTube のコメント欄だったりとか、私の X の方にできればリンクを貼っていただけると助かるので、送っていただけたらなと思います。はい、では冒頭トークは以上といたしまして、雑談ラジオ第20回のトークテーマの方に移っていきたいなと思います。まずは一つ目のテーマなんですけれども、まあ7月の半ばに差し掛かって、まあ、これからどん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 まあ気温が高くまあなっていくということなんですけれども、まあ、春と夏にはあるものがたくさん発生するんですけれども、皆さんお分かりですかね。それが好きな方からすると、まあ採取するのも好きだろうし、集めることも大好きだろうし、観察することも大好きだと思うんですよ。でも僕と同じようにちょっと苦手だなだったり、まあ正直嫌いだなっていう方からすると、見たくもないし触れたくもないようなものだと思うんですよ。まあ勘のいい方はね、すでにお気づきかと思うんですけど、正解は虫です。まあ昆虫ですね。やはり夏の季節になったり、まあ、春の季節になってくると、やはり昆虫がたくさん、出てくるんですよね。特にこの夏という季節に関してはより多くの虫が発生すると。ゴキブリとかカーもそうだし、ガーとかね、カマキリ、バッタ、テントウムシとかハチとか、まあ、それ以外の虫もたくさんいますけれども、まあ、多くの虫が活発になると。で特に身近にあるもので警戒しなければならないもので言えば、ゴキブリとか蚊とか蜂だと思うんですよね。やはりゴキブリに関しては、まあ、自宅の衛生環境とか、そういったものをしっかりと管理しておかないと簡単に入り込まれて、巣を作られたりとか、どこかに、溜まりどころみたいなものを作られたりとかして常に発生してしまうような状況になったりもするし、夏の夜とかだと本当に目が覚めてパッとね、電気つけた瞬間にコロ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 ってこう動いたりもするようなね、生き物だから、まあ、本当に警戒しておかなければならないし、ちゃんとそういったねゴキブリを退治するものもしっかりと準備しておかなければならないと。で蚊、まあ、ボウフラとも呼ばれますけれども、まあこの生き物に関してはね、もうどこの地域でも発生しますよね。特に水気が多い場所だと多く発生するので、皆さん自宅とかでね、例えば水まきよくするとか、水たまりがよくたまる場所があるとかだったら、まあ、警戒してもらうべきだと思うし、例えば庭とかね、ベランダとかになんかこう水を溜めてるような瓶があるとか、まあ、結構お年寄りとかに多いんだけど、まあ、そういったものがあったりとかしてもすごく蚊が発生するからね、できればそういったものはすぐ水捨てておいて、あの裏返しにしておくべきだと思うんだけど、まあ、蚊ってやっぱりたくさん発生するじゃないですか。だからスキンケアみたいなね、なんていうの、あのスプレーみたいなものとかを体にこうね塗ったりとかして、蚊がこう、近寄ってこないようにしたりとか、してると思うし、で蜂なんかは、まあ、なかなか都会で見ることってないと思うんだけど、僕が住んでる地域とかだと、まあ、蜂はよく見るんですよ。山があったり、
まあ、雑草も木もねたくさんあるような場所だから、まあ、好きな場所に、まあ、巣を作ることができるんですよ。で、僕の向かいの家に住んでる方とかだとね、仲良しの方なんだけれども、木にね大きい蜂の巣が作られて、もう撤去するのにすごいお金がかかったとか、まあ、結構話聞くぐらいやっぱり蜂が結構身近にいるんですよ。まあ、僕はそういったことをもうできるだけさせたくないから、もう巣作りなんて絶対にさせたくないから、まあ、以前雑談ラジオでもお話したかもしれないけど、もう5月6月巣作りを始めるタイミングで巣作り防止のスプレーをできそうな場所にもう振りまきまくるんですよ。もうそれだけですごいお金がかかるんだけど、まあ、5、6000円近くねやっぱ飛んでいくんですよ、振る場所が多いから。でもまあそれぐらいやっぱり蜂も身近にいるから、僕とかだと例えば刺された時にしっかりとすぐ毒を抜けるように毒抜きのものを置いてたりとか、多分都会の人とか多分持ってないと思うんですよ、そういうのね。持つこともあんまないと思うんですよ。でもやっぱり僕が住んでる地域とかだと田舎だから、何かあった時に刺されるかもしれないから、そういったものも準備したりしてるんですよ。まあね、まあ都会であろうが田舎であろうが、まあそういった形でたくさん虫が発生するじゃないですか。で、そうなった時に、まあ人それぞれ当然対処はしていくっていうことなんだけれども、僕今住んでるのが一軒家なので、一軒家の周りに、まあ、雑草が生えるんですよ。で、雑草って、まあ、マンションとかに住んでる方だとあまりイメージつかないかもしれないし、雑草の手入れをしたことがない方からするとあまりイメージがつかないのかもしれないけれども、やっぱりね、雑草って、まあ、雑草魂っていう言葉があるように根性がえぐいんですよ。例えば一回ポンって抜いたとしてもすぐ生えてくるんですね。ちょっと前に抜いたばっかりやんっていう、もうこんな生えてんのっていうぐらい、やっぱりね、根元のところからもう完全に死滅させないといくら抜いたとしても永遠に生えてくるんですよ。で、しかも彼らってそこを潰したとしても別のところからまた道作って生えてきよるんですよ。だからそれを、まあ、できるだけさせないために、まあ、除草剤っていうものを、まあ、ホームセンターなどで購入してきて、まあ、徹底的に撒いたりはするんだけれども、それでもやっぱり彼らって本当に強いからたくさん出てきよるんですよ。もうそれをやっぱり抜かざるを得ないし、外観から見た時に雑草が生えっぱなしやとすごくね、汚く見えるんですよ。まあ、汚く見えるというか、手入れしてない家なんだなっていう風に思われてしまうんですよね。で、それってやっぱり僕の感覚ではすごく嫌だから、できるだけやっぱり休みの日とかに、まあ、手入れしようとするんですよ。でもやっぱり雨の日に抜くとかはさすがにできないから、晴れの日にしなければならないと。ただ晴れの日だと先ほど紹介した虫がまあ動いとるんですよ。ブンブンブンとね、もう耳の横ブーンって通ってったりとか、でっかいなんかもう蚊なんか蜂なんかよわからん虫がね、目の前通り過ぎていったりとか、まあ本当に多いんですよ。多分虫が本当に苦手な人、僕も正直苦手なんだけど、もう無理だと、見るのすら無理だっていう方からすると、多分僕の庭手入れ絶対できないんですね。もうそれぐらいの状況なんですよ。まあ僕の庭結構もうね、雑草とか生えないようなレベルにしてるからだいぶ少ない方なんだけれども、それでも多分手入れできないレベルだと思うんですよ。だって車に乗ってて自分の家に着くじゃないですか。で、蜂が飛んでるんですよ、車の外でね、スズメバチが車に対してアタックしてきますからね、パチーンって。まあ当然こっちが勝つんだけど、で、その状態で出るわけにもいかないじゃん、怖いから。だからちょっと待って、蜂がどっか行ったかなっていうのを確認して出て車止めてみたいなね、まあそんな場所なんですよ。まあ実際僕の宅配ボックスの横にスズメバチの巣ね、ほんまちっちゃいですけど作られそうになったりも今年しましたから、いとこに手伝ってもらったんだけどね、除去するの。まあ本当にそんな場所で、とにかくまあ虫がある程度発生すると。まあ蚊はね、あんま発生はしないように、水気はね出さないようにはしてるんだけれども、まあとにかく虫はある程度発生すると。見ないっていう日はまずないんですね。で、彼らをいかにしてこう避けていくかというか、彼らが逆にこっちに近づかないようにするには何をするべきなんだろうっていうことを考えたときに、まあ先ほど言った通り、まあ何かを塗ったりとかね、蚊取り線香を焚くとか、まあいろんな方法はあると思うんですよ。で、
この前もしかしたら雑談ラジオで少し触れたかもしれないんだけど、僕の上司に渓流釣り好きな人がいて、その渓流釣りが好きな人からおすすめされたんだけれども、オニヤンマの模型が売ってるんですけど、ネットとか調べてもらうと、本当オニヤンマのサイズ感のね売ってるんだけど、それをやっぱり身につけておくと、オニヤンマってその蚊とかハチとかを食べる生き物なんですよ。素早く動いて、だから彼らからすると腸がつくほど天敵なんですよ。捕食者なんですよね。僕らも目の前にサメがおったら逃げるでしょ。絶対にサメであろうが肉食獣であろうが絶対逃げるじゃないですか。逃げれるか分かんないけど、でも逃げる動作は絶対するでしょ。だからそれと同じように彼らもやっぱりオニヤンマが目の前に現れたりすると当然逃げるんで、その模型をつけてるだけでほとんどね蚊が近づいてこなかったりとか、蜂もちょっと逃げていくんですよ。やっぱり彼らもしっかり見えてるのかわからないけれども、本能でね食べられるかもしれないっていうのが分かってるから距離を置き寄るんですよ。もちろん蚊とかだと体にねそのオニヤンマの模型つけてるとはいえど、その自分の体の大きさとかによっては当然やっぱり見えなかったりもするから、うまーく隠れ寄ってね足首パンって刺してきたりすることもあるんだけど、でも首周りとかに刺されることは本当になくなったし、手とかにも刺されること本当になくなったんですよ。ただ唯一の欠点が虫をつけてるっていう風に思われるから、外に例えばその状態で買い物行ったりとかすると子供は興味持って見てくれるんだけれども、大人からするとそれを知らない人からすると、え何つけてんのとか、それは一種のアクセサリーなのみたいな、そんなに昆虫好きなのみたいな目線で見られることはあるんだけどね、唯一の欠点としては。ただそこを我慢できるんだったらぜひつけてほしいって思えるぐらい効果が抜群なのよ。もちろんそれだけでは僕は怖かったりするし、特に僕蚊にめちゃくちゃ弱いので、蚊に刺されると人以上に膨れ上がるんですよ。で後にも残りやすいんですね。今僕の手、今噛まれた箇所2つあるんだけど、そのオニヤンマちょっとつけるの忘れてた日があって、2箇所噛まれたところがあって、もう1ヶ月近く前に噛まれたところなんだけど、まだ後残ってるんですよ。本当に綺麗にね。それぐらい僕ちょっと蚊には弱いから、もちろんそのスキンケアというかそういったものもね当然塗ったりとかしながらにはなるんだけれども、それプラスそれオニヤンマのねものをつけることによって蚊とかに噛まれる回数が明らかに減ったんですよ。僕今までそういったものつけてない時ってもうだいたい 2,3 日に1回はもう噛まれてたんですよ。ああもうまた噛まれてるわと、で痒いなーって言ってこう書きたいけど書かない方がいいみたいな、叩いたりしてね、なんか無皮塗ったりとか、なんかこうスーッとするようなやつ塗ったりとかしてごまかそうとしたりとかね、絆創膏貼って書かんようにしたりとかしてたんですよ。実家におる時とかで、こっちに来たばかりの時とかね。で特にこっちの家とかだと、さっきも言ったけれども田舎だからやっぱ蚊とか虫とかも多いから、噛まれる回数も頻度的には多かったんですよ。だけどその身の回りにね塗り薬みたいなこうスプレーみたいなものも併用しながらではあるんだけど、オニヤンマをねマジでつけてからは本当に変わったんで、もし、都会とかでもねちょっとそれつけんの嫌だなとか、ちょっとおしゃれしててそこにつけんのちょっと嫌だなとかね、もう見た目が結構もうゴリゴリにもうオニヤンマだからちょっとこう嫌な感じはするかもしれないけれども、もしね例えば自分虫に弱いですとか蚊に噛まれると嫌なんだよなとかね、そういうこと気にされてる方がいらっしゃったらぜひ買ってほしい。カバンにつけるのもいいし、帽子につけるのもいいしね、肩につけるのもいいし、どこにつけるのでもいいけれども、できるだけやっぱり一番守りたい場所の近くにつけておけば、離れていきよるんで、おのずとほわんほわんって離れていきよるんで、本当にいい対策になるんで、なんだったらそれ1匹つけてるだけでこれから先ずっと使えるわけですから、値段的には少しね値段張るものもあったりするんだけど、 Amazon とかだと安いものも売ってたりするみたいなんでね、僕それ分かってから6匹ぐらい買いましたから。それ一つは仕事に使うよう、もう一つはランニングとかねウォーキングするときに使うよう、でもう一匹がプライベートで私服で外出したときにつけるよう、で残りの3匹は一応予備で置いてたんだけど、いとこが近くに住んでるんでいとこにあげました。でいとこもやっぱり日常でね買い物行ったりとかするんで、
普段つけてるみたいなんだけど、やっぱ例年に比べて蚊に噛まれる回数めちゃくちゃ減ったって言ってるんで、まあ、田舎でこれだけね蚊が身近におるような環境で過ごしてる僕らが感じているし、渓流釣りっていうねこう水気が多くて蚊も発生するような場所で釣りやってる人らがそういったことを言ってるわけなんで、まあ、お金はね最初にかかるだけだし、まあ、長期的に使えるものだから、もしね気になってる方とかがいらっしゃったらぜひ使ってほしい。で、先ほどは服につけるっていう話をしたけれども、別に車の中に飾っておくでもいいんですよ。で、その状態で、オニヤンマを置いてるところから若干遠い距離にある窓を開けておいたら、そこから逃げ寄るんで、もう外に勝手に逃げ寄るんですよ。まあ、車の中でうーんってなってたら鬱陶しいじゃないですか。もう運転してる人も気になってしゃあないでしょ。もうそういったことも、比較的気にならなくなったりするから、本当に安いものもあれば高いものもあったりするものではあるんだけど、一生使えるものなんで、ね、まあ劣化していずれはボロボロになったりするかもしれないけれども、まあ投資する金額で言えばもう全然安いですから、もしね虫とか気になってるっていう方がいらっしゃって、そう身につけるものでねちょっとこうそういったものも別に気にならないっていう方がいらっしゃったら、もうぜひ買ってみてください。ちなみにそのオニヤンマと併用して使ってる僕の蚊よけスプレーの名前はスキンベープだったかな、そういった名前のなんかスプレー型のやつ使ってますわ。値段はそんなに高くなかったと思うんだけど、それもすごい効果があるんでね、もし気になる方がいらっしゃったら、まあ、両方買ってみてもらえたらなと思います。はい、では次のテーマに移っていきたいんですけど、まあ、7月に入りましてね、先ほども言いましたけど、まあ、半月ほど、まあ、経過したんですけど、皆さん7月の、季節の食べ物って言われたら何を思い浮かべますかね。まあ、人によってそれぞれ変わるところではあると思うんだけど、まあ、イメージしやすいとこでいくと、まあ、スイカとかかき氷とかそうめんとか冷やし中華とかね、なんかこう冷たくてあっさり食べられるようなものみたいなね、ものをイメージされたりとかするかなと思うんですけど、実は7月って本当に美味しい食べ物がたくさん旬を迎える季節なんですね。例えば枝豆とかかぼちゃとかきゅうりもそうだし、しそとかもね、今の季節ちょうどいいし、まあズッキーニとかも美味しいですよね。で、トウモロコシなんてまさに今が美味しい季節ですし、まあ、トマトとかナスビとかね。で、魚で言えばアナゴとかイワシとかウナギとかね、ウナギは7月の24日の牛の日ですからね、ちょうど食べれる時期ですし、まあ、カンパチとかキスとか、もうキスなんか天ぷらにしたら最高ですよね。めちゃくちゃ美味しいですよね。あとはタチウオとかもね、ちょっとまあ骨は多いんですけど、めちゃくちゃ季節になってきたりもするし、でイカとかも美味しい季節だったりとか、ハマグリとかね、そういったシジミだったりとか、そういった貝類とかもね美味しい季節なんですよ7月は。もうただ唯一本当に暑いっていうところだけが厄介なだけで、もう食べ物自体はねもう最高に美味しい食べ物ばっかりなんですね。で、僕はやっぱり一人暮らしをしていて、まあ基本僕自炊をするので、まあスーパーによく行くんですよ。まあ一週間に、最低1回。基本は2、3回。まあ大体行くんですよ。まあ僕魚が好きなんで、魚コーナーはね、やっぱりこう新鮮な状態じゃないと良くないから、できるだけその新しい状態で調理するために、まあ頻度高く行くっていう形で、まあよくスーパーに行くんですよ。でね、まあこの季節になると、まあ、それだけ多くの食べ物が旬の季節を迎えているから、たくさんの野菜とか魚とかね、まあ、お肉もそうですけれども、いろんなものが並ぶんですよ。そして並ぶ上に安い。特にトウモロコシはめちゃくちゃ安い今。トウモロコシって季節じゃない時に買おうとすると1本200円とかいくんですよ。下手したらもうちょっと値段が高いところもあるぐらい、まあ高いものなんだけど、今僕が行ってるスーパーとかだと1本98円で買えるんですよ。立派なトウモロコシが。で、トウモロコシってさ、焼いても美味しいし湯がいても美味しいでしょ。で、全部粒を全部落としてね、コーンご飯みたいなものにしても、まあ、美味しいんですよ。
本当何に入れても美味しい。で、僕は基本まあ塩茹でして食うのが一番好きなんで、まあ茹でるんだけど、少量の水と適量の塩を入れる形でね。全体が水浸かるような形でトウモロコシって茹でるとあんまり良くないみたいなんで、まあいとこがね、農家か誰かから聞いた話みたいなんですけど、表面のね、その粒状のとこだけが浸るぐらいの水で、お湯で、まあ湯がいてあげるのがベストって言われてて、まあそれでよく食べるぐらい、まあ本当に安いし美味しいんですよ。多分皆さんが普段スーパー行かれるかちょっとわからないけれども、皆さんのお近くのスーパーに行っても多分今だったらトウモロコシ安いと思うんですよね。まあ98円で売ってるかはちょっとわからないけれども、まあ100円を超えてる場所もあるかもしれないけれども、普段と比べると安いはずなんですよ。まあスーパーの立地によっては、都会であればあるほどやっぱり土地代が高いから、その分上乗せして金額もらうっていうことになるのかもしれないけれども、普段よりもやっぱり安いことが多いと思うんですよ。で、それはトウモロコシに限らず、先ほど紹介した季節の食べ物が、だいたい安い季節だと思うんですよね。よく取れるから。もちろん逆に季節の食べ物だからこそ値段が上がってるものもあったりしますよ。だけど、そのお金をね、プラスして払っても、価値のあるぐらい、まあ、美味しい季節なんですよ。だから僕はね、まあ普段から自炊するっていうこともあるんだけど、やっぱり季節の食べ物っていうのをできるだけ僕は見逃したくないから、野菜コーナーとか魚コーナーにいることが大体僕は多いんだけど、お肉のコーナー僕ほとんど行かないので、まあささみ買ったり胸肉買ったりとかね、今ちょっとまあそういったものもコントロールして、カロリーコントロールっていうのもしてるから、そういったものって見に行ったりはするんだけど、まあ僕生粋の魚派なんで、野菜と魚コーナーにずっといるんだけど、やはりね、野菜コーナーとか、まあ毎日行く人もいると思うんだけど、やっぱり1ヶ月おきに行くだけでも全然違うものが並んでて、何が季節の食べ物かってすぐわかるんですよ。で、やっぱりメインのところにちゃんと置いてくれてたりするからわかりやすいように、あ、これが季節の食べ物なんだなと。やっぱりスーパーの店員さんとか、スーパーを管理しているね、店長とか、まあいらっしゃると思うんだけど、やっぱり陳列法とか、どういう風に陳列して何を押していきたい、かっていうのがちゃんとその表面で見えるようにね、ディスプレイしてくれてるんですよ。まあそれはね、スーパーに限らずアパレルとかでもね、そうだと思うんだけど、僕昔アパレルで働いてたこともあるんで、まあアパレルのことはある程度わかるんだけど、でも本当にそういう風にやっぱり店側は店側で考えてくれていたりするから、まあ、普段スーパーね行かれない方もいると思うんだけど、今ねぜひ行ってほしい。まあ暑い中行くのしんどいしね、お金もかかるじゃんっていうのは確かにそうなんだけれども、先ほどね、まあ、紹介した季節の食べ物の他にもたくさん旬の食べ物ってあるんですよ。もう調べてもらったらたくさん出てくるんだけどね、もうその中から自分が食べたいものを探してもらってそれを買いに行くのもいいし、でそれをねまた使って自分で作ったりするとまた美味しいんですよ。まあ、例えば僕が最近作ったものでいくと、まあ、枝豆がね今旬で、まあ、生で買うと結構手入れが大変なんで、まあ、冷凍で買うことも多い食べ物ではあるんだけど、まあ、枝豆ご飯みたいなものを作ったりとか、枝豆でちょっとこう炒め物作ってみたりとか、あとはししとうね、僕天ぷらめちゃくちゃ好きなんで、ししとうの、ししとうの天ぷら作ったりとか、甘がらく、まあ、炒めたりすることもあるし、あとはしそ、まあ、大葉ですよね、まあ、しそとかだと、まあ、お肉に巻いたりとか、それこそ胸肉とかささみとかに巻くとね、大葉巻きっていうものありますけど、まあ、そういったもので食べたりとかもするし、ズッキーニとかだと、まあ、なかなかね、大きいスーパーとかに行かないとなかったりもするんだけど、僕コストコ行くことがあるんでね、コストコでズッキーニ買って、まあ、ズッキーニはそのままね素で炒めて塩コショウで食べたりしても美味しいとか、トウモロコシはね先ほど言いましたけど、まあ、塩茹でで食べたりとかで、トマトは僕そのまま食べるし、ピーマンも今ねちょっと季節だったりもするんで、まあ肉詰め、ピーマンの肉詰めにしたりとか、あとはピーマンね、僕実家から教えてもらったものなんだけど、ピーマンをこう薄くねこう切るんですよ。ホイコーローレベルに細く切るんですよ。でそれを、まあ、ちくわと甘辛く炒めてご飯の上に乗せて食うとかめちゃくちゃうまいよ。まあそういうもの作ったりとか、あとは魚とかだと、まあ、キスはあまりね、こう、普通のスーパーでは売ってないから、ちょっと食べることは難しいんだけど、まあ、カンパチとかだったら、まあ、スーパーに売ってたりもするんで、まあ、煮物にしたりとか、ね、
刺身でそのまま食べたりとかもするし、まあイワシとかもね、今季節だったりもするんで、イワシもね、僕、まあ、焼きよりも茹での方が好きなんで、煮込みの方が好きなんで、煮込みでなんか作ったりとか、生姜入れてね、醤油とか入れて、シンプルな煮付けですけど、まあそういったものを作ったりとかもするし、でイカは僕、まあ季節に限らずずっと食ってるんでね、中華風に炒めたりとか、ピリ辛風に炒めたりとか、甘辛く炒めたりとか、結構いろんなことするし、まあ貝類はね、まあシジミはたまに買うかないうぐらいですけど、お味噌汁に使ったりとかもするし、でフルーツとかだと今結構美味しい食べ物が多いから、まあ桃もそうだし、スイカもそうだし、スイカちょっとね僕食べれないんだけど、まあブドウとかマンゴーとかね、マンゴーとか僕めちゃくちゃ好きだから、まあスーパーに行ってもマンゴーってまあちょっと高いからね、なかなかこう手が届くものではなかったりもするんだけれども、やはり美味しい季節だからどんなマンゴー買っても美味しかったりもするしね。まあそんな感じで僕は結構いろんなものをこうね、スーパーに行って買って、楽しく、まあ、食生活しているわけなんで、あまりこう食にねこだわりがないっていう方からすると、まあ、あまり興味のない話なのかもしれないけれども、例えば自炊をしてますとかね、まあ、これから自炊しようとしてますとか、ちょっとこれから食事のこととか栄養のこととかね、ちょっと気にしていこうっていう方がいらっしゃったら、やはり出来合いも揚げ物とかね、お惣菜系を買って食べるっていうのはすごく簡単なことだし、まあ、手間もかからないしね、食べた後そのポイって捨てるだけだから楽なのは間違いないんだけど、楽なのは楽なりにやっぱりお金がかかったりとか栄養が偏ったりするわけなんで、せっかくこれだけね美味しい季節の食べ物が揃っているわけですから、ちょっと足を動かしてね、まあ、車を走らせるでもいいですけれども、自転車走らせるでもいいし、何でもいいんだけど、スーパーに行ってもらってちょっと時間かけてね回ってみてください。特に野菜のコーナーと魚のコーナー見てもらうと、あ、これが今並んでるんだっていう発見を、見つけることができるし、それを使ってじゃあ何できるんだろうっていうのをネットで調べたりすると、どん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 ね、あ、これチャレンジしてみようとか、あ、これちょっと作ってみようかなっていうことにね対して興味が出てきたりもするんで、まあそれこそ女性とかね、まあ男性もまあ結婚してからは料理ねしていく必要があると思うんだけど、まあ料理ちょっと勉強したいですっていう方からすると、そこでね練習することもできるし、でこれが旬の食べ物なんだっていうことが頭に入っておくと、まあ大人になってまた結婚したりとかした時にね、またそれを生かすことができると思うんで、まあぜひねチャレンジしてもらえたらなと思います。はい、ということで、季節の食べ物についてのテーマはここまでとさせていただきまして、次のテーマに移っていきたいなと思います。次のテーマはですね、ちょっとまあ個人的な、まあ、意見というか、なぜ少ないんだろうなっていうのをちょっと気にしていることではあるんだけど、皆さんまあコンビニってよく使われると思うんですよ。まあセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、多分まあこの3つが一番多いかな、よく利用される店舗だと思うんですよ。でこの3つの店舗も本当にね素晴らしい店舗だと思うし、美味しいね食べ物置いてたりもするんで、皆さんもねよく利用されるところだと思うんだけど、僕はこの3店舗も好きなんだけれども、ここ最近僕すごくハマってるのがミニストップなんですよ。まあ、どちらかといえば名前は知ってるけれども、こうローソンとかセブンイレブンとかファミリーマートに比べるとちょっとこうマイナーチックというかね、あまり見かけないなっていうコンビニだと思うんですよ。もしかしたら利用したことがないっていう方もいるかもしれない。まあ、それぐらいあまり見かけないコンビニなんですよね。でも僕が住んでる地域には、近くに少し離れたところにはなるんだけれども、ミニストップがあったりとかするんで、まあ、たまに行くんですけど、ミニストップってね、他のローソンにはないすごいストロングなところがあって、それがホットスナックコーナーとアイスの種類なんですよ。行ったことない人がね初めて行ったらね多分感動すると思いますよ。まあ、味が美味しいのはね、さることながら揚げたて出来たてを提供してくれるんですよ。まあ、他のコンビニさんではなかなか見かけないポテトとかがね結構種類多くあったりとか、チキンナゲットあったりとかするんだけれども、それを注文してそこから揚げ出すんですよ。ちょっと待たなければならないんだけど、でもね待つだけの価値がやっぱあるんですよ。他の
コンビニさんで買うホットスナックも、まあ、温かくね、してくれてるんで、美味しいのは間違いないんだけれども、やっぱり出来たてのものと、温め直してるものだと、やっぱり全然違うじゃないですか。絶対揚げたての方が美味しいでしょ？どんな食べ物であったとしても。で、それを、やっぱりシンプルな塩とか、そういったものですぐ食べることができる。揚げる時間ちょっとだけ待つだけで、その感動を一瞬で味わうことができるんですよ。で、それをやっぱり体験できるのは、やっぱりミニストップさんだけなんですよね。で、それプラス、アイスの種類がまあ多いんですよ。他のコンビニさんとかだと、まあスムージーとかでね、楽しむっていうことは、できると思うんですよ。それこそ最近だとセブンイレブンさんとかだと結構 3,4 種類ぐらいの冷凍フルーツとかなんかいろんなものが入ったものをスムージー専用の機械に入れてね、美味しいスムージー作れるみたいなことやったりとかされてはってね、まあ、他のコンビニさんでもされてるかもしれないんだけど、まあそういったことやったりとかして、まあ、スムージーを楽しむっていうことは結構できたりしてるじゃないですか。どっかのなんかお菓子とコラボしたりとか、ラムネっぽいものを作ったりとか、なんかチョコレートっぽいものを作ったりとかね、手軽にこうドリンク形式のものを楽しむっていうことはできると思うんだけど、ソフトクリームを食べるっていうことはできないじゃないですか。どこの店舗でもね、ローソンさん、セブンイレブンさん、ファミリーマートさん、基本はできないじゃないですか。でもミニストップさんはそれをできるんですよ。で、しかもシンプルなそのバニラだけではなくって、季節限定のものとかもいくつか種類を揃えてるんですよね。まあ最近だったら、まあ季節の食材っていうこともあって、まあブドウとかマスカットとかを使ったようなソフトクリームを置いてたりとか、あとはコーヒーゼリーと絡めたようなソフトクリームがあったりとか、あとはなんかポッピンシャワーみたいなものついてるようなソフトクリームが売ってたりとか、あとはシンプルなね、バニラのソフトクリームが売ってたりとか、まあ、それが僕一番好きなんだけども、まあ、そういったものがあったりとかでね、手軽にソフトクリームを楽しむことができるんですよ。何回か前のラジオで、ソフトクリームってなんか遠い存在になったよねって話をしたと思うんですよ。手軽に食べれなくなったというか、なかなかこう身近に感じ取れなくなったじゃないですか。観光地とかに行ったりとか、北海道とかに行ったりとかするとね、ソフトクリーム屋さんとかあったりするんだけれども、やっぱり都会とかね、まあ、地方によってもそうだけれども、なかなかソフトクリームって食べれなくなったじゃないですか。まあ、マクドナルドに行ってね、ソフトクリームっていうのを売ってたりもするし、あとはラムーとかね、まあ、関東圏にラムーがあるのかちょっとわからないんだけれども、めちゃくちゃ安いスーパーがあるんですよ、ラムーっていうね。僕の近所にもあるんだけど、まあ、そのラムーとかでも結構その100円ぐらいで安いねソフトクリーム食べれたりもするんで、まあ、そういったところに行き慣れてる人はね、食べれたりするかもしれないんだけれども、それでもやっぱりちょっと遠くなったと思うんですよ。でもミニストップさんだと、その季節に合わせたものを提供してくれるし、基本ベースも美味しいで、なおかつそのホットスナック系も出来たてで提供してくれるっていう、もうハイクオリティのコンビニなんですよ。まあ、ちょっと他の食べ物とかがどうかっていうのは正直僕わからないんだけど、いつもミニストップ僕行くときってもうソフトクリームだったりとかしか基本買わないし、ホットスナックも今はちょっと体調のこととか健康管理してるんで今はちょっと控えてるんだけれども、そこ気にしてない時に食べたりとかするぐらいでしか利用しないんで、他のねおにぎりがどうとかそういったものは僕食べたことがないんでわからないんだけれども、でもやっぱりクオリティとしてはすごく高いんですよ。手軽に食べれるアイスクリームとかホットスナック系に関してはね。で、そのミニストップさんがね、僕が今回言いたいのは、ちょっと少なすぎるんじゃないかと。もっと増やしてくれてもいいんじゃないかなって思うんですよね。それこそ僕今住んでる地域とかだと近くに1店舗あって、ちょっと車走らせたら2店舗あるんですよ。合計3店舗あるんですね。で、これって正直珍しい方だと思うんですよ。僕実家にいた時はミニストップさんなかったん で、なおかつ大阪の都会で言えば難波とか梅田とかね、まあ、そういったところになってくるんだけど、そういったところに行ってもミニストップさんってあんまり見かけないんですよね。てかほぼ見たことがないかな。で、東京とかもね何度か行ったことがあるけれども、東京でもミニストップさんってあんまり見かけないんですよ。結構都会の方に行けば行くほどあんま見かけないんですよ。びっくりするぐらい。もっともっと
店舗が増えてもおかしくないのになって思うんですよね。それこそやっぱりビジネス街とかのねところで働かれてる方からすると、出来たてのものが食べられるって最高じゃないですか。揚げ物でも何でもそうだけど、ポテトでもね何でもそうだけれども、揚げたて食べれたら最高じゃないですか。で、間違いなく需要があるはずなんですよ。ちょっと値段が高くても買ってくれると思うんですよ。僕だったらもっともっと都会にもね、店舗反映させてもいいんじゃないかなって思うぐらいいいものを持ってるんだけど、店舗数がちょっとあまりにも少ないなと。まあもしかしたらね、都会に行けば利用者数が間違いなく増えるから、そのポテトだったり何だったりをその揚げる動向する時間が多くなりすぎてしまって、接客がおろそかになってしまう可能性があるとか、そういったところをもしかしたら懸念して、ちょっと人通りの少ない場所とか、まあ利用者数も都会に比べて少ないところっていうのをベースに考えて建てられてるのかなと思ったりするところは確かにあるんだけれども、やはりあれだけこう他のコンビニにはないまあ超特別なストロングポイントを持ってるね、お店なわけなので、もっと店舗数が増えてくれたらなって個人的にはすごく思うんですよね。まあこれはあくまで僕個人の意見なんで、まあミニストップをご利用されたことがある方がね、皆さんがどう思ってるかっていうのはわからないんだけれども、僕個人としてはやっぱり出来たてのホットスナック食べれてね、でこの暑い季節にね、ソフトクリームペロッスプーンでペッてこう食べた時のあの一口目の美味しさ、もうね感動ですから。アイスクリームでも十分美味しいんだけど、アイスクリームは硬いでしょ。最初こうカチッとなってるじゃないですか。カチカチでしょ。まあそれでも美味しいんだけど、ソフトクリームのあの柔らかさ、滑らかさ、そして甘すぎないちょうどいい甘味を感じられる、もう最高なんですよ。でこれをやっぱり提供できるコンビニは、何度も言いますけどミニストップさんしかないと思うんで、まあ、昔はサークル K とかあったんだけど、サークル K さんもないんでね、あの話は変わっちゃうんであれなんだけど、まあ、ミニストップさんはやっぱりそれだけストロング持ってるんでね、ちょっと僕の声が届いてるのかわからないし、まあ届くこともあるのかなって話にはなるんだけど、もうちょっと店舗増やしてくれたら嬉しいなって思う。僕もやっぱり都会とかに行くこともあるし、で今年東京にね行く用事があったりもするんで、8月ぐらいなんですけどあったりもするんで、その時にねミニストップさんあったら、ミニストップ行こうってなるんでね、なんか増えてくれたら嬉しいなと個人的にはすごい思います。そのことをまあ話したくて、まあ今回、テーマで扱いました。ですので皆さんもミニストップについて思っていることなどがあればですね、ぜひコメント欄などで教えていただけたらなと思います。はい、では、今回の雑談ラジオ、最後の、テーマに移っていきたいんですけれども、最後のテーマはですね、オリンピックになるんですけれども、前回の、雑談ラジオでオリンピックのサッカー日本代表U23の、日本代表について触れたんですけど、今回はバスケットボールについてちょっと触れたいなと思います。まあ、僕普段、まあ、サッカーのね特集ラジオがメインになってるんで、バスケットボールの話をするっていうことは、まあ、ほぼないというかね、もう 99% 近く、まあ、ないんですけど、まあ、僕もともとバスケ部っていうこともあって、まあ、当時プレーしていた時は NBA とかねすごく見ていたし、あの今の NBA に関しても、まあ、毎回見てるってわけでもないし、その選手に関しても詳しいってわけではないんだけれども、見れるような環境だったりとかすると、まあ、結構確認したりとかするぐらい、やっぱり今でも NBA を見るんですよね。まあ、八村塁選手がいるっていうこともそうだし、ちょっと前だったら渡辺雄太選手がいたりとかもするし、ね、来シーズンからはエグジビット契約で、富永選手と河村選手がね、契約するっていうことで、まあ、注目されたりしていることもあるんだけれども、まあ、結構やっぱりバスケットボールもやっていたこともあって、まあ、時よりやっぱり見るぐらいやっぱり好きなんですよ。でその中で、まあ、オリンピックがね、7月26日から開幕して、バスケットボールもそこの期間から参加して、まあ、オリンピックでもね、やるっていうことで日本代表もね発表されたりとかしているんですけれども、
なぜ今回そのオリンピックのバスケットボールについて話したいかっていうことに、ね、なったのかと言いますと、日本代表が入ったグループが、まあ、強烈ですし、でバスケットボールの、まあ、各国代表もそうなんだけれども、やっぱりこれだけ その国際大会に NBA のプレイヤーがこれほど多く出場する大会っていうのもまあ珍しいんですよ。どうしてもやっぱり NBA って世界最高峰のリーグなので、ここがまず中心になるんで、まあ国際大会とかどちらかといえばこう捨てられるというか、まあ除外視されることが多いんですね。まあ除外視というか、まあそこまで重要視されてない。そこでまあどれだけ結果を出したとしても、その NBA にはそこまで響かないみたいな、まあ感じなんですよ。だけど今回のパリオリンピックに関してはもう出てくるメンバーがすごいのよ、本当に。サッカーを普段見ている人にもぜひ見てもらいたいって思えるぐらいすごい大会になると思うんですよね。なんだったら僕個人の意見で言えば、サッカー以上にちょっと注目してると言ってもいいぐらい、僕は今回のオリンピックはバスケットボールをめちゃくちゃ注目してるんですよね。まあ日本代表で言えば八村塁選手が出てくるっていうのもそうだし、渡辺裕太選手も出てくるとかね、富永選手、河村選手もそうだし、ホーキンソンとか、まあ、いろんな選手が出てきてね、歴代最高の日本代表でどれだけいけるのかっていうところもすごい注目だと思うし、で日本代表が対戦するドイツ代表、フランス代表、ブラジル代表、もうそれぞれの国もめちゃくちゃ強いんですよね。ドイツとかだったらデニス・シュルーダー、八村選手と、まあ、レイカーズ時代に共に一緒にプレーしていたりもするし、今はトロントかな、ラプターズがどっかでプレーしてると思うんだけど、まあ、彼がいたりとか、ワールドカップね、あの日本で行われたワールドカップ優勝してる国だし、でフランス代表ってやっぱサッカーってね、めっちゃすごいメンツがいるっていうイメージじゃないですか。でフランスってバスケットボールもめちゃくちゃ強くって、ゴベアとか、あとはビクター・ウェンバンヤマ、もうめちゃくちゃ高いね、身長高い、もうこんな人バスケットやったらもう卑怯だろって思うぐらいの人がバスケやってたりとかもするし、あとはバトゥームとか、あとはフォーニエとかね、フォーニエはデトロイトピストンズだったかな確かね。でバトゥームは確かセブンティシクターズだったと思うんだけど、まあ、本当にね、NBA 屈指のタレントもいれば、 NBA でしっかりとプレー時間を得ているような選手もいたりとかで、まあ、本当に強い国なんですよね。でその2カ国に比べるとブラジル代表はね、サッカーほど、まあ、強くなかったりはするんですけれども、まあ、しっかりと勝ち上がってきた国で、まあ、日本を倒すだけの実力があるって言われている国ですし、でやっぱりなんといってもバスケットボールで言えばアメリカ代表ですよね。でアメリカ代表に関してももうすごいんですよ。もう本当にね、バスケットボールやったことないとかね、 NBA あんまり知らないっていう人が聞いたとしても知ってるようなタレントばっかりだと思うんですよね。もうずらっと紹介していきますけど、ステフィン・カリー、アンソニー・エドワーズ、レブロン・ジェームス、ケビン・デュラント、デリック・ホワイト、タイリス・ハリバートン、ジェイソン・テイタム、ジョエル・エンビード、ドリュー・ホリデー、バム・アデバヨ、アンソニー・デイビス、そしてデビン・ブッカー、もうね、もう笑っちゃうしかないんですけど、もう NBA で輝きまくってるスター選手ばかりなんですよ。まあ、ステフィン・カリーとかね、レブロン・ジェームスとかはね、皆さん知ってる方も多いと思うけど、ジェイソン・テイタムなんかはね、今シーズンボストン・セルティックスね、ワールドチャンピオン輝きましたけど、そこのね、まあ、エースの選手だし、0番の選手でね。で彼はね、僕アンダー世代のアメリカ代表の時から知ってるんですよ。まあ、なぜかというと、八村塁選手がまだアメリカに挑戦する直前だったと思うんだけど、まだアンダー世代の日本代表で八村塁選手がプレーしてる時で、アメリカ代表とプレーしたゲームがあったんですよ。まあ、YouTube でまだ残ってるのか分かんないけど、当時僕 YouTube でそれたまたま見てて、そこでね、ジェイソン・テイタムが出てるんですよ。で名前がやっぱり印象的で、友達がね、ティムタムっていう、こう、甘いお菓子が売ってるんだけど、ティムタムみたいな名前やなっていうのを言って、それでより印象ついてる選手なんだけど、その選手がもう成長して NBA のプレイヤーになって、今もボストンセリックスのエースになってて、アメリカ代表にも選出されてっていう状況なんだけど、まあ、この選手も本当にすごい選手で、強烈なダンクとドライブとかね、いろんなもの持ってて、もうすごい選手なんですよ。でジョエル・エンビードなんかはフランス代表もね選べたんだけど、アメリカ代表選んだりとか、
あとはアンソニー・デイビスとかはね、八村塁選手の、まあ、チームメイトで、まあ、レブロンもそうですけど、アンソニー・デイビスなんかね、本当に器用な選手で、まあ、リバウンドも取れるし、シュートもうまいしね、長距離も打てるしとかで、まあ、僕が現役のね、バスケットボール選手だったら、今、まあ、多分デイビスみたいな選手に憧れるんだろうなって思うんだけれども、まあ、本当に好きな選手で、レイカーズの試合をね、たまに見かけたりするときに、アンソニー・デイビス、よく僕も目で追っかけてるんだけど、まあ、この選手も超スーパースターだから、もう眉毛がね、すごいこう特徴的で、すごく覚えやすい選手なんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃいい選手ですし、ケビン・デュラントなんかはね、もう得点力の化け物ですから、今はフェニックス・サンズかな、渡辺裕太選手がね、共にプレーしてましたし、ブルックリン・ネッツでもね、共にプレーしてたんですけど、まあ、ブッカーもそうですけどね。まあ、本当に素晴らしい選手たちがたくさんいるので、まあ、こういうね安易な言葉使いたくないんですけど、もう卑怯としか思えないぐらいのもう本当にスター軍団なんですよ。なんだったら彼らがもしサッカー選手でサッカーの代表でどこかで選ぶんだったら、どこの国よりもタレント揃えてるみたいな国なんですよ。フランス代表とかエンバペいたりデンベレいたりとかね、もうすごいタレントいっぱいいるんだけれども、そこともし比較したとしても、ちょっと差が出てくるだろうなってこう感じてしまえるようなタレント軍団なんですよ。もうレブロン・ジェームズなんてもうメッシとかロナウド級の人ですし、その他の選手たちも、まあ、強烈なストライカーいたりとか、もう最高の守備職人がいたりとかね、名前だけ見るだけでもなんかもうすごいなというか、イメージ的にはあのベッカムとかロナウドとかね、フィーゴとか、なんかもうスター性も持ってる時の銀河系軍団ってあったじゃないですか。あのスター性に近い中で、なおかつもうまず負けないみたいなもう集団なんで、もうえぐいんですよ。もう笑っちゃうぐらい。本当にサッカーを普段中心として僕も見てるし、サッカーがベースになることは変わりないんだけれども、まあ時間がある方でね、まあ、オリンピック見てて、まあ、サッカーを見るっていうこともすごくいいことではあるんだけれども、バスケットボールに触れるっていうこともね、なかなかないことだったりすると思うので、ぜひね、もしお時間があったりとかして、あ、ちょっとバスケットボール見れそうだなっていう状況になったら、日本代表の試合見てもらうのもいいんだけど、アメリカ代表はね、ぜひ見てもらいたい。初めて見るチームにしては、もう本当に入り口としては最高のチームだと思うので、ぜひね、注目して見てもらえたらなと思います。はい。ということで、雑談ラジオ第20回はここで終了したいなと思います。次回は1ヶ月後となりますので、8月の半ば頃ですね、まあ、もっと気温が高くなってたりとか暑くなってたりするのかもしれないんですけれども、またですね、そのタイミングで、フリートークでまたお話もさせていただきますので、またお越しいただければなと思います。はい、では最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。